新州空港エントランス国内線、チェックインカウンター国際線チェックインカウンター、清州国際空港は、大韓民国の中西北道清州市、清原区内周遊にある共用飛行場。中西北道の道庁所在地、清州市内にあり、また、大田港域市からも 45km ほどの距離にある。1978年9月に、軍用飛行場の使用が開始された。 1984年に同飛行場で国際空港建設計画が始まり1996年12月に工事が完了1997年4月28日に日吉州国際空港として開港した年間に国内線で123万人国際線で115万人の乗客を扱う能力があり770台分の駐車場も完備している さらに、年間19万6000回の発着能力もある。開港当初の利用率は低迷し、日本線やサイパン線などが相次ぎ休止したが、2000年代には中国線を中心に着実に便数を増やしていた。2008年、景気低迷、ウォン安などの原因により、就航路線が大幅に削減されていたが、徐々に便数が増加し、2010年6月からは、 大韓航空により定期便運航を視野に入れた大阪便も週4便運航開始している。その後、2018年に入ると LCC の就航が相次ぎ日本路線では大阪便にイースター航空とチェジ航空が就航した。2021年3月現在、新型コロナウイルス感染症流行の影響により国際線は就航していない。 空港から300メートルほど西にカール中北線の清州空港駅があり、すべての無群箱号、塗り路が停車するが、本数はあまり多くない。なお、同駅は無人駅であり、列車内での乗車券購入のほか、空港内でも乗車券が販売されている。また、清州市内にある KTXSRT 停車駅の御所駅からは、中北線利用のほか、 空港急行バスである747番バスの利用も可能である。また、清州市内から多数の市内バスが乗り入れている。東栄大田、中部高速道路の青切草 IC からは10分程度の距離にある。新州市中心市街より車で約20分、大田港域市より車で約50分である。ありがとうございます。